ポケットモンスターブラックホワイト、舞台は一種地方、まっさらな世界がどこまでも広がり、初めて出会うポケモンたちが息づいている。新しいポケモンを探し、たくさんのトレーナーと競い合う果てしない旅が今始まる。シーギアがみんなをつなぐワイヤレス通信をオンにしておけば、冒険しながらいつでも近くのプレイヤーとつながることができる。冒険しながらいつでも近くのプレイヤーの様子がわかる。冒険しながら他のプレイヤーと助け合うことができる。ハイリンクでは自分の世界から近くにいるプレイヤーの世界に、友達の世界に遊びに行き、ミッションをクリアしよう。ポケモンミュージカル、可愛さを競い合うポケモンミュージカル、君の思い通りにポケモンをドレスアップ。うまくアピールできたらファンからプレゼントがもらえることも。4人の中で誰が一番アピール上手かな。2人の相性を確かめるフィーリングチェック、リズムに合わせて画面をタッチ、相性をチェックしよう。フィーリングが合えばいい道具が手に入る。ポケモンバトルも変わる。赤外線通信を使えばポケモンセンターに行かなくてもすぐに対戦できるから、気軽にバトルしよう。新しいバトルシステムも登場し、さらなる戦略が求められる。もちろん交換も簡単に。ついにインターネットへ。インターネットにつなぐことでユーザー同士の新しいコミュニケーションが生まれる。ポケモンドリームワールドでは、夢の中でしか会えないポケモンと仲良く遊んだり、道具を手に入れよう。仲良くなったポケモンはポケットモンスターブラックホワイトに連れていくことができる。ウェブサイトと連動させてポケットモンスターブラックホワイトを楽しもう。ポケシフターを使えば、ポケットモンスターダイヤモンド、パール、プラチナ、ハートゴールド、ソウルシルバーからポケモンを連れてくることができる。
にも一種地方には新しい発見が続すべてが新しいポケットモンスター、ここにポケットモンスターブラックホワイト。映画幻影の覇者ゾロアークの最後に出てきたポケモン、これがデクティニ。前代未聞の図鑑ナンバー0番、幻のポケモンだ。このデクティニに出会える特別な道具をポケットモンスターブラックホワイト発売後1ヶ月間限定で配信。誰よりも早くディクティニを手に入れよう。